佐伯さん一生のお願いっす。佐伯さんの力で5組の愛子ちゃんとデートさせてください。こいつは本当にダメだ。最悪京子ちゃんの方でもいいんで。深い度が乾燥しそうだ。文武両道でうちのクラスの学級委員、まるでこいつとは正反対の男だな。じゃあ僕は部活だじゃん。そうだ、都立か部活入るってよ。え、はい、ゴールしんど、これから一緒に頑張ろう。トリスカ君、あれは5組の愛子ちゃん、なぜあんなところに。本気ってことっす、打倒甲子園っすよ。うん、そうなんだよ、こんなところで会うなんて偶然だよね。いや運命かな。トリスカ君練習中だよ、無駄しないで。入ろ、頑張れ。見ててくれよ愛子ちゃん、君のために。おっさー、ほら、なんでよそにしたんだ。見せてやるっすよ、霊能力者の。やめとけ。ちょ、何するんすか。はい、部長、佐伯くんが寝てます。何、こら、佐伯くん寝るな。ち、あいつね、そうか、じゃあ勝手にしろ。やれやれ。大丈夫かい、取り付かく。取り取ってやれ。すげえ、コントロール。あんなの返せねえぞ。愛子ちゃん、今の見てくれた。あ、うんうん、見てた。なんだか意外でびっくりしちゃった。あれ、じゃあ、頑張ってね。わからないか、お前のことを好きになる女だぞ。やれやれ、最初で最後のチャンスだから。っていうか、いやいや、やれやれ、こいつは難しい問題だな。やはり質より量だ。ん、内容量。あ、そうか、21個も買える。机いっぱい埋まるな。どっかのアイドルグループに差し入れても全員に行き渡るぞ。たかがコーヒーゼリー1個に。僕らご納得いかなければ工場を潰す。とにかく早く帰る。交換にその場所から同価値の何かをアポートしなくてはならない。サイコキネス。ごめんなさい、大丈夫ですか。ああ大丈夫だ。いつもなんてタイミングで現れるんだ。あれ、僕のボール知りませんか。ダメだ、見つからない。残念だが諦めるんだ。ダメだよ、あのボールじゃなきゃ。あれは死んじゃったおじいちゃんからもらった。あのお兄ちゃんは帰っちゃったけど。アポート。あれはネギス選手のサインボールなんだよ。ネットオークションで同じものが3000円近くしたって。お、見つけてくれたの。あ、はい、こないだのお礼だって。何かいいことしたの。誰か絶対止めろ。よっしゃ、入った。今日の体育はバスケ。カイド、怒っちゃう。バスケどこだ。ダメ、帰れ。アメリカじゃ顔でドリブルすんのか。今日のバスケ自信はあるかい。まあな、これでもガキの頃はバスケの年ちゃんと呼ばれてたからよ。じゃあ始めるぞ。同じチームになっちまったな。僕と年野くんは分けるべきかと。サイコ、セレッサ。あ、完全に体育する格好じゃない。おー、サイコが出るぞ。マジだ。サイコが体育に参加してるの初めて見た。ドル、うん、試合開始。よし、いいぞ年野くん、ネットに打ってるんだ。あれ、みよ、この華麗なドリブルを。たくそー。よく見た方がいいぞ。なにー、喧嘩なら負けねえのに。君の実力自体はそこまで大したことないからだ。久保安くんも冷静であれば負けなかったはずだ。け、粘土くんの弱点の頭を狙われてしまったらしくない。ナイスパス。上取られて。高じゃ。いや違うな、6対2じゃない、5対3だ。終了、10対8で赤チームの勝ち。最高一族に敗北の2文字はない。そう、同じクラスの粘土くんと佐伯くんだ。合宿に参加してもらうことになったんでよろしく頼む。おお、こいつか。驚異的な身体能力を持ち日本テニス界を背負って立つ男になるってやつは。おら、やる気あるのか。くれ、行くぞ。また追いついた。しかし2つ目のボールはもう反対側に。これにも追いつくだと。どうですかコーチ、彼は。入ろう、お前あいつと試合をしてみろ。僕とですか。本気でいきますよ粘土くん。僕と試合をやらないか。いきなり入ろうと試合か。やれやれ、なんで僕は。追いついた。粘土くん、君はやはり天才だ。また際どいコースだ。やべー、よこせ、僕のボールだ。どこ打ってんだ。完全にアウトじゃねえか。まだ飛んでんぞ。どこまで行くんだ。二人ともにも溶かせる。その後佐伯と粘土は1週間みっちりマークされた。体育、それは僕の最も苦手な授業だからこそ大変なのだ。すげえ落としたぞ。女石か。やろうよ全力で。子供っぽくたっていい。みんなで童心に帰ろう。クラスの人望はなかなかあるようだ。銃はグーパーで決めるから。こうして試合の火蓋は切られた。よし、まずは一人。一人倒しただけでなんだこの盛り上がり。いきなり僕か、当たっとくか。君は今ボールを取る気があったのかい。さすがにわざとらしかったか。僕はボールを投げる力の調整が一番苦手なのだ。人が死ぬんだぞ。
顔面セーフどころか何もかもアウトだ。粘土を狙っとくか。あ、おう、ムシリホントリッドヌーハムシリホントリッド取るんだ。死んでも取れ。おう、諦めるな。おお、見ろよ。おい、拾ったぞ。マジですか。どうやら僕はこれまでのようだ。僕は君の本気が見たいんだ。膝すりむいただけだろ。お前マジですか。一人は倒す。最低だな。最低、本気出せよ。回転を落とした。お前は終わり。食らいやがれメテオスパークジェノサイドボード。えい、女の子だけかよ。こっちに回せ。ただ届かなかったら困るから気持ち強めに。それでこそ俺様の相棒だぜ。とりあえず終わっとこう。またお前か。仕方ない。やれやれ、最終結果は82か。相棒、いい試合だったぜ。好感度って簡単に下がるんだな。すいません。もしこれが抜かれたり壊れたりしたら。すいません、取ってください。やれ。弾がない。そうだ、さっきの弾早く修理しないと。人とぶつかったりしたらそいつは遥か彼らに吹き飛んでいき、分かりやすければこんな感じ。僕の一挙一動でこの辺一帯が平らになるかもしれない。そうか、超能力の制御が外れて性能が上がっているんだ。どうしたものか。忘れて7年戻し。この辺で音がしたんじゃが。あれ、この仕事大丈夫なの？担当してる漫画家さんと打ち合わせあるんでしょ。大丈夫だよ。ただいま。うわっ、クソ、クーちゃん瞬間移動で帰ってきたの。クーちゃん、クソ、おい、どうした、大丈夫か。なんとかしてくれ。プラモとか作るの好きだろ。いや無理だよ、説明書もないし。頼む、この通りだ。もう僕じゃ無理だよ。作った人に頼むしかないだろ。そうね、クー君に電話してみるね。なんだと。ミスターサイキー、何か妖怪。ジェイミー、君からコピーペ。やはり君は 100% 天才だ。現在の科学も常識も全て無意味にしてしまう。それが天才というものさ。よし、では行くぞ。ケンブリッジ。まずっけね。もういい、僕一人で行く。久しぶり、クウスケ。やれやれ、派手な登場だな。元気そうだね。元気だったらこんなところに来ていない。パパ、どうしたのその顔。おいおい、まさかカバン落とした。オッケー、ロンドンにはあるんだね。これはロンドン CCTV の映像だよ。1時間前の映像では違うシャツを着てるから途中で買って着替えたんでしょ。あった、よかった。じゃあ早速頼むよ、クスケ。はい、これで大丈夫だと思うよ。はや、もう治ったのか。なんだ、どうなっている。どうしたクスを、何か不具合でもあったのかな。僕の心が聞こえないって。それはこれのせいさ。名付けてテレパスキャンセラー。やれやれ、心を読めない人間が2人になったな。天才とバカは紙一重だな。ほら、ローストビーフの美味しい店予約しておいたよ。じゃ、デートするか。あの2人は相変わらずだな。最初はグー、じゃんけんポン。あれ、僕の負けか。他にもしりとりは31回負けたし、将棋は59敗、チェス10敗。全部覚えてやがるのかこいつ。マジキモいんですけど。ご名答、隣の部屋にいるよ。おお、すげえぞ、見ろチビた。クソがロンドンに来るからサプライズで君たちも来ないかって。航空券も家に送ったよ。僕と勝負してよクスを。勝負、ロンドン市内で鬼ごっこしよう。勝負、迂闊に超能力を使えないようにあの二人も一緒にね。やりたくないな。もしも僕に勝ったらここのホテルでアフタヌーンティーをご馳走するよ。よし、鬼ごっこ開始だ。おう、相棒。どうだ、驚いたか。まさか俺たちがロンドンに。いいから、そういうの。では用意スタート。はい、行ってらっしゃい。さあ、ゲームの始まりだ。だがしかし、普段からダークリユニオンによる追手になれたこの俺にオーガチェイスを挑むとはな。いや、でもこれ楽勝じゃないか。なんだ、ちょっと閉まってねえか。やれやれ、こういうことだ。バスの距離すげえ。やべえぞ、もたもたしてたら追手が。さて、少し遅かったみたいだね。なるほど、あれを使ったのか。ちょっと休息を取るか。動かないのが一番一番得策かな。次回はなんでここ。逃げるぞ。ここエパートか。ピンポンポンポン。特徴は3人連れの日本人、1人はビッグベンによじ登ったピンク髪の男性。あいつだ、捕まえろ。よじ登っちゃダメだ。やれやれ、どうしたものか。さあ、チェックメイトだクスを。お前がそこにいることは分かっている。確かに僕らはトイレにはいるが、一つ上の階の同じ位置にあるトイレにいるのだ。タイムアップだな。負けた、またしてみる。ごめんなさい、あなたとはお付き合いできないわ。そこをなんとか。そういうところが本当生理的に無理だから。霊能力者鳥塚レイタ、占い師相浦美琴、超能力者サイキックスを。
ん大変っす。その前にこの番外編みたいなノリはなんだ。お願いしますよ佐伯さんが頼りなんすから。マジウケる。猫一匹探せねえとかマジ終わってんだけど。黒崎 300m 右方向だって。それってさ、電車の歌なら任せておけ。行くぞ。電車のご利用ありがとうございました。お前運転席で何をしてるんだ。 PK 学園サイキッカーズの戦いはまだまだ続く。おいマジかよあれ怖っ。おいおこれは喧嘩の道具じゃねえぞ。お前野球部入ったのか。いや助っ人だ。明日試合があんだよ。 あのラブレター過去借りな。ラブレター過去泣きのことは言うんじゃねえ。よく来たな君たち。さあこの入部届けに名前を。怖い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 。部員足りてないんすか。ああ今は粘土を入れてぴったり9人しかいない。だがいいチームだぞ。あとはあいつがいれば完璧なんだがな。あいつ。いやなんでもない。じゃあ自由に見学してってくれ。どうやら9人集まったようだね。校長先生、もし一度も勝てなかったら野球部は廃部だ。どういうことだよキャプテン。聞いてねえぞ。すまない。そいつが去年他校の生徒と暴力事件を起こしてね。あいつはそんなことする男じゃないと俺は信じている。手垢でベッタベタの展開。むしろ好都合だぜ。俺たちの目標は1回戦を突破することじゃねえ、優勝だろうが。ベバのセリフ。男って本当バカだよな。おいおい試合前に大ワークすんじゃねえぞ。お前らもかよ。キャプテン、キャプテン。頭に直撃したぞ。誰か救急車。そして試合当日。さあ行くぜ。戦いの時は来た。ふざけんな。なんでよりによってこいつなんだ。いろいろ事情があって代わりに俺が出てる。じゃあおめえ出ねえか。俺が。やめろ小林。俺にはそれを持つ資格がねえんだ。何があったんだよ。いや大丈夫じゃないなこれ。ちょっと待っ。よしキャッチ。あっ。こりゃダメだな。しまった。よし行け。一回戦の相手はあの大手だ。絶望しかねえ。全力で行くぞ。久保安になってよかった。来たぜ大手高校のお出ましだ。あいつら全員に行くんだ。いやちげえだろ。早々に引きずり出してやろうって。いやでも言う通りかもな。危うく試合までベタベタの野球ドラマを見せられるところだった。プレイボール、本当に良かったのか。しまった。だが接戦を演じるなんて非ベタな行為のせいでリズムを崩してしまった。もしこのままベタ通りに進んでいたらこの試合ベタ展開一軍登場しあっという間に逆転される。こいつが勝ってたんじゃね。いやまさかな。全然ベタじゃない。ということはこれはまさか僕のせい。無理よ試合なんて。離してくれ。何やってんだ阿川。いた。てめえの実力はそんなもんじゃねえだろ。こんなところで終わらせられるか。こいつが登場すればベタな展開に戻れるかもしれない。完全に終わりなんだ。またファール。阿部さん戻ってきてくれますか。僕の目的は勝つことじゃない、いかにベタに行動するかだ。じゃあ逆転すっぞ。まずはせめて二塁まで行きたかったぜ。ナイスベタ。借りを返せ。アガも打った。おおノーアウト満塁だ。よしよしやつ俺。この大事な場面で不安要素。あれ俺のバットなんだけど。できてなかった。よしこいえ。そのあれ剣、あ違う用途に使ってたんで結構ボロいんすよ。ミルドを待て。振るな。もらって入った。入るんかい。さらに2回3回も追加点を重ねる。一方王庭はエース阿部のピッチングに苦戦。王庭一軍が次かその次くらいの回で再び逆転。そしてピッチャーである僕の疲労、勝ちたいなら邪魔するんじゃない。アウト。お前ショートだろ。アウト。お3アウトチェンジ。5回で10点差ついたんでコールド勝ちです。体育祭。いいかみんな、目標はただ一つ。粘りは3組。いつまで王言ってんだうるさい。まずは綱引きだ。3組ファイト。誰力全てぶつけろ。できる、できるんだ。続いてクラス対抗玉入れ。逆転を狙うのはこの種目しかないな。玉入れで逆転だ。シュッ、シュッ、何やってんだ。一度に何個も拾えよ。飛んできた球をカゴの真上で一瞬止めて落とす。1組33個、3組は83個。おお倍以上。我々は頭を使ったので、俺たち4組は全ての玉を袋に集め袋を閉じ、あとは分かる。袋を使うのが禁止なんてルールブックには書いてない。まあどうせ僕は受け取った順位でそのままゴールするだけだ。絶対ビリでは回さない。タンク粘土君早い早い。走り方はただただキモいがな。みんなよくやった。あとはこのまま佐伯君につなぐ。僕はこの順位のままゴールする。佐伯君すまない。先に仕掛けてきたのはそっち。まあ仕方ない、坊主は免れたし、よしとするか。体育祭から一夜明けた朝。僕の名はサイキクスオ、超能力者。なんだその頭、マジウケんぜ。お前汚いぞ。勝ったじゃん俺ら。オフ。
ああ、雪合戦やろうぜ。一回溶けてる溶けてる気を取り直していくぞ。カイロ溶けてる溶けてる、カイロ溶けてる溶けてる、なんでだ、カイロ溶けてる溶けてる、ようこそ超能力者の世界。